スプラン・アリス・プラン、モンパルナスの危機、パブロ・ガルガロ・アリス・プランは、モンパルナスの危機として伝説となった、フランス人女性。カフェの歌手、女優、モデル、画家。フランスは、ブルゴーニュ地方、コートドール県、シャティオン・シュル・セーヌに生まれる。他の姉妹と同様に死生児であり、母がパリへで稼ぎに出ていたために自らは、祖母の家で育てられた。 12歳の時に教育のためにパリへ送られ、読み勘定ができるようになって、すぐに学校を辞めた。13歳の頃から母と二人で仮閉事項の見習い、兵隊靴の修理、兵器工場の下働きなどで最低限の生活をしていた。14歳の時にパン屋へ女中に出されたがすぐに辞め、ある彫刻家のモデルとなった。以後、 第一次世界大戦中は、パリの画家、彫刻家の住居を点々と渡り歩きながら過ごす。1918年にある画家と書体を持ち、モイズ・キスリングや藤田つぐじ、写真家のマンレイのモデルを始める。モンパルナスに新しくできた、ナイトクラブ、ル・ジョケイで、歌手、女優として、劇場、映画界、作家や、画家の名手たちに評判となる。雑誌、 パリモンパルナスの発行者、アンリ・ブロッカの愛人となって、パリの画廊で個展を開き、画家としてのデビューも果たす。歌手としての成功を持つかの間、1925年に土砂回りをしていたビル・フランシュで警官を負傷させた、ために裁判となったが、放免される。仕事は全く振るわず、パリのバスへのナイトクラブで歌を歌い、メーヌ通りのクリーニング屋に勤めている姿を発見されている。 1942年、ハンナチス運動のビラを配り、ゲシュタポに逮捕される危険を逃れるために、故郷のブルゴーニュへ帰る。フランス解放により1945年には、パリへ戻るが、麻薬の密売で逮捕され、執行猶予付きで、懲役2ヶ月、罰金300フランの判決を受けた。水手に侵され、内出血のために死ぬ。モーリス・ユトリロ、アメデオ・モディリアーニ、 シャイムスーティン、モイズキスリング、富士達具士のモデルでもある。マンレイとの愛人関係は1930年まで、続き、その間に彼の制作した映画3本に出演した。モンパルナスの危機の賛美者である作家として、ロベールデスノスなどがいる。ありがとうございます。